と森は終わった、湖はいたき、あんま覚えてないね、雲は終わった、失われたは終わった、年も一応終わった、キープもここっぽい、雪と湖がまだ、海は終わった、料理終わった、奪われし国はよく分かんなかった、でクッパの国、クッパの国、クッパの国、月の国、月の国、多分月の国と泉の国と雪の国がまだなのかな。じゃあ泉の国行くか。さて湖の国、お柱、ここも柱あるな、嬉しい、コイン美味しいです、階段直った嬉しいの、あ折れてる柱、折れてる柱、柱折れてる、あの上、柱が並んでるところ、ん、あそこの柱折れてない、ちょっと、さあここ柱っぽいね、問題はその柱がどこにあるかだ。柱折れてる折れてない、でも2本しかない、あーこれか、こ、あなんだよ、こっちじゃない、なんだよ、超わかりやすいじゃん、え、これ、うん、お宝写真9、それにお金もちょっともらう、いやー今のはぬるいね、見つけさえすれば簡単、見つけるまでが難しい、さあとりあえず月の裏をチェック、あと2写真だね、キープが確か海の国だったはずだからそれ以外だな、んーでまだなの、雪の国がまだな気がする、これ撮ったな、こんな写真あったな、もう来てるじゃん、ここの上だったが、ここじゃなかったっけ、ほら撮った覚えあるわ、無駄し、海は撮った料理、奪われし国、クッパ、クッパの国これね、写真消していったんだけど、消していったことによって一度行った国かどうかが分からなくなるっていう次の問題が出てきた、キノコ王国取ってないな、とりあえずここも終わってる、終わってる、終わってる、来たけど終わってる、これあれだ、あの庭園のやつだ、取った覚えある、覚えある、そう写真消したことによる二次被害が、もしこれ取った、のこのこ歩くのはそこじゃなかったからな、ちょっとわかんない、取った、まだ取ったっけ、ちょっと記憶曖昧、まだとなりますと、やっぱ失われた国、クッパの国、月の国、キープ、柱じゃなかったからね、柱以外ね、 4C、 とりあえず 4C では何もないな、うん、 4C ではないってことはキープ、
キープ消去法でいくとここがキープってことになるんだけどな。はい、なるほど、わからん。4C クッパの国は、クッパの国にはあんな土はない。月の国、月の国、料理の国、海の国。あのやっぱ砂浜があるのは海の国、砂の国。まあ、同じ場所にないとは言ってないからね。クッパの国、月の国、月の国裏。さああんまり行きたくなかったんだけどな。月の国の中の可能性もあるんだよな。あのポチめ。そしてね、ちょっと今恐怖に感じているところが、ポチのあれクッパのとこじゃねえっていうね、という今恐怖を感じている。エンディングの途中じゃねえっていう。一応ここもちょっと月の石っぽいけど写真とは違うか。違うよね。さあ、とりあえず都市の国でキープ探し行ってみるかな。はい、キープ探し、キープ探し。ということで、てっぺんから見下ろす。一応 4C 明らかに違うな。キープ、キープ、キープを探せ。上から見て一発で分かると面白いんだけどな。あ、クリア、キープ、ストップ、一発だ。やっぱ高いところから見るって最高ですね。高いって素晴らしい。今回はマリオは高いところが落ちてもダメージは食らわないんだぜ。ういーぬるい。これは楽勝だった。よし。で、ヘリポートで取ったから月の国のやつはここではないと。4C もここではなかった。さあ、じゃああとは 4C と、ポチ月かな。さあもう一度チェックしていこう。これお宝写真がね出ねえからな。お宝写真は合計10枚ね。それまず10枚であった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。一応全部国は全部で15って感じ。クッパの国取ったっけ。奪われし国、リスト。4C 紫。紫、海の国。ここ
ここもやや紫。紫。海の国はでもな、4つ回るやつは実はあれお宝写真、別の国のやつだったのかな、もしかして。全然紫じゃなかったじゃあ関係ねえか。 4C 一応 4C 行ってみる。とりあえず少なくても 4C に砂のあの座標はないな。あの影のあの絵はない。雪の国、この右上の微妙なやつもな。地図の色が関係するんだとしても行かねえとわからねえんだよな。プラスやっぱ取ってない場所って考えると、クッパの国、クッパの国もまだ取ったような気がしない。わあ、色は全然違うな。そしてクッパの国の 4C は、何もないからありえないね。はい、クッパの国じゃない。となるとやっぱここか。あの、のこのこ歩いたやつ、スターが出てきたんだったっけ。だとしたらここの可能性。あー、でも紫ではないな。 なんだあれ、トカゲがいる。1コインか。土の色で考えるとな、これちょっと色違うか。角度によっては見えなくもない。わからん。森の国で撮った覚えあるけど、そもそも 4C、 ふう、違うな。失われた国のポチが見えてたやつ。4C、 あ、これか。やっぱ
あれか、違う国の写真だったのか。混ざると大変だね。わかんねえや。ってことはじゃあ 4C 写真チェック。あれは岩に入ったのじゃなくて葉っぱ、これか、この葉っぱか。まあそもそも 4C がねこの辺だから、これじゃないとすればこの辺か。これは違うね。一応ここも 4C 内なんだよね。あ、これだ、これだ、ここだ。あー、やっぱあれだね、ポチがいたやつを勘違いしてたんだな、月のやつと。なるほど、これがここね、この地図の 4C 意味あった。削除、キープも終わった。さあやっぱこれ月の石だよな、どう見ても。あと一つ。あー、これか、これか、これか。さあ残るはあと一つ。どう見ても月の石にしか見えんが、いけ。一応まだ取ってないとして、奪われし国、奪われし国。ブロック壊れつ、この写真の右上のあれ爪痕か、もしかして。だとしたら奪われし国か。爪痕、爪痕、爪痕あるで。爪、石、ヒントが見つかりません。石、爪、ここだ。もうここしかねえと思った。ただね、あの勘でヒップドロップしちゃったからちょっとまずいな。ちょっと待って、今勘でヒップドロップしちゃった。ここだ、これだ、これだ、これだ。上の爪痕っぽかったやつ。よし、こうだ。よし、コンプリート。疲れた、つらかった。よし、えんと。さあ問題はね、もっと裏行く前に9999枚たまらなかったんだよな。行く。
絶対今からね、下手すりゃ1000枚単位で減る可能性あるからな。使っときたいね。9999枚が感想なのかも気になるけど、あえてこれが何枚まで減るのかっていうね、それを考えるともうこのまま行ってもいいかなって気はするけどね。はい、とりあえずはい、ここアイコンプリートです。アイコンプリート入りました。あー、つらかったつらかった。あえて このコインを持ったまま超高難易度のモッド裏に挑戦するっていうのも悪くないか。よし、じゃあ行っちゃうか。あえて残したまま。